労働党は、オランダの民主社会主義政党。現在、第2位に旧議席を有する。第3次マルクルって政権には、野党の立場を取る。2016年12月以降、党首は、ロードウェイク・アッシャー。進歩同盟と欧州社会党に加盟。2014年まで社会主義インターナショナルに、加盟していた。1946年2月9日。 社会主義政党の社会民主労働党、リベラル左派政党の自由民主連合及び、キリスト教左派政党のキリスト教民主同盟の3、政党が合併して誕生。3党は、第二次世界大戦中に、カトリックのレジスタンスに参加した者、キリスト教歴史同盟や、反革命党の元党員から構成。結党当初は、社会主義に自由主義や宗教を、 人文主義を包含した理念を有していたが、1948年には、党の左傾化に批判的な元自由民主連合系の一部党員が、離党して、中道派政党の自由民主国民党を結成。1946年から1958年に、かけては、カトリック人民党などからなる、連立政権の与党となったほか、1948年には、ウィレム・ドレース首相を輩出。 この韓国内は、大戦からの復興が一段落し、福祉国家建設に取り組み、インドネシアが独立を果たした。1958年以後は自由民主国民党に政権の座を奪われ、1965年まで野党に止まった。また、選挙で調落が始まったのも、この時期である。1965年に、中道右派連立政権内で、しみが生じると、 労働党も参加する新たな連立政権が誕生。しかしこの連立政権も財政問題をめぐり内部構想が絶えず、短命に終わる。一方、労働党内では若手議員を中心に女性解放や環境保全、第三世界への開発援助などの問題にも取り組むべきとして、党改革を主張する動きが表面化し、一時党内は混乱状態に陥った。また、 この新左翼の運動にこうして、ドレースの実施であるウィレム・ドレース・ジュニアが、中道政党の党員らを巻き込み、新右翼政党を結成。1970年、労働党内の内部構想に嫌気がさした一部党員が、離党し、民主社会70を決闘した。新左翼が新たな勢力として交流する中、労働党は新左翼への切り崩し戦略を図るべく、 議会内で多数を占める、進歩派を基盤とする、政権づくりに邁進する。労働党は、サハリベラル政党の民主66やキリスト教系の、急進党と共に協力体制を築いたのである。1971年や、翌年の総選挙に際して3党は、求進的な共通マニフェストを掲げ選挙後に、連立内閣を組織する協定を結んだが、いずれの選挙でも敗北。 1971年、政権樹立の夢が継いえた一方で、労働党の離党者からなる民主社会70がビース・フーベル政権の与党となった。また1972年の選挙では、労働党もカトリック人民党も過半数を取ることができなかったため、両党らは共闘し、労働党党首のヨープデン・アイルを主犯とする連立政権を発足させる。この連立政権は、 社会や経済の抜本的な改革に乗り出すが、不況とイデオロギー上の問題を抱えとんざ。特に首相とカトリック人民党との折り合いが悪く、1977年の選挙直前に連立政権が瓦解してしまった。選挙後は、キリスト教民主主義政党のキリスト教民主アピールと自由民主国民党との連立政権が誕生し、労働党は野党となった。 1981年の選挙では、キリスト教民主アピールと自由民主国民党が共に大敗し、議会第一党のキリスト教民主アピールは、労働党やリベラルサ派政党の民主66との共闘を選択するものの、ドリース・ファン・アフト率いる新政権は、アイルとの異かいが絶えず数ヶ月後に崩壊。翌年と1986年の各選挙では、 キリスト教民主アピールと自由民主国民党がいずれも勝利し、労働党は野党に転落した。この的を改革を進め、1986年にはアイルが政治家を引退し代わって、ウィム・コックが党首となった。1989年の選挙後、キリスト教民主アピールとの連立政権に復帰し、コックはルードルベルス首相の代理首相に就任。労働党は、 公営企業の民営化や福祉国家の見直しなど、ルベルス政権が着手した経済改革を受け入れつつ与党に止まった。党の姿勢に対しては、労働組合から強い抗議を受けたのみならず、党内でも大きな波紋を広げた。1994年の選挙では、労働党とキリスト教民主アピールが議会で過半数割れとなったものの、労働党が議会第一党に躍進したため、 コックは自由民主国民党や民主66との連立政権を樹立。この書位、紫政権は1918年以降初めて、キリスト教民主主義政党が与党を降りたことから、オランダ現代史上画期的な出来事となった。新政権の下でも経済改革を進めたが、コックの人気は高く、カリスマとして政界に君臨。1998年の選挙でも、 民主66の議席源を尻目に労働党と自由、民主国民党が議席を伸ばし国区政権は再選された。2002年の総選挙でも統制の拡大が期待されたが、国区ガードメルケルトにトーク首の座を譲りピム・ホルタインが台頭すると、その望みは打ち砕かれることとなった。メルケルトがックに比してカリスマ性が乏しいこと、ホルタインの掲げる移民問題などに、 十分答えることができなかったことが、相まって、選挙の結果45議席から23議席に激減するなど大敗を喫した。選挙後、メルケルトは党首を辞任し、労働党も野党に下り、キリスト教民主アピールと自由民主国民党、そしてピム・フォルタインリストが、連立政権を組むが短命に終わる。この間、ファウター・ボスが、党員によるレファレンダムで党首に選出され、 党組織の民主化に着手し、イデオロギー上の方向性を大きく変えた。2003年の選挙では、ボスが前回選挙で失ったほぼ全ての議席を奪還、再び議会、第2党となったが、バルケネンで率いるキリスト教民主アピールとの連立与党入りへの交渉が難航し、野党に甘んじることとなった。2006年の地方選挙では、党改革が走行し、大正、 与党党をを差しし置いて第一党に躍進したものの国政選挙では旧議席を失うなど敗北現在は33議席しか有しておらず、与党の社会福祉切り捨てを厳しく批判する社会党へ票が流れつつある。2010年の総選挙で連立政権から離脱したが、2012年総選挙の結果は議席を回復させ、自由民主国民党のマルクルッテが率いる。 連立政権に参加した。伝統的に福祉国家建設を目指す社会主義政党を標榜してきた。1970年代は女性解放や環境保全及び第三世界への開発援助といった問題に取り組んでいたが、1990年代に入ると福祉国家改革や公営企業の民営化を掲げるなど方針が恩恵化した。二千五年には 従来の新自由主義的政策を見直し、中道左派よりの方針を採択したことにより、雇用や社会福祉のほか教育、治安及び医療への公的投資を重視するようになった。アムステルダムのプ後編市長らをはじめ、全国414名の市長のうち122名の党員市長を抱える。多くの自治体で与党となっており、2006年の地方、 選挙以後さらに与党の自治体が増え続けた。歴史的に労働者階級の支持が厚いが、現在は公務員や移民の間にも比較的支持が広がっている。アムステルダムやロッテルダムなど大都市やフロー人面ンン、フリースラント及びドレンテの北部各州で強い、地方支部の大議員から構成される代表者会議が党最大の機関である。代表者会議は年1回開かれ、 1> 第1委員、第2委員及び欧州議会の候補者を決定するほか、党の運営方針についての最終決定権を有する。2002年以降は、全大議員によるレファレンダムが代表者会議に置き換わりつつあり、レファレンダムを通じて、党首や議長。2002年には、ファウターボスが党首選挙で勝利。現在500の地方支部に6万2000名の党員が存在。 労働党のデモ国内ではこれまで、キリスト教民主主義政党のキリスト教民主アピールや、旧神党、リベラル政党の民主66や、自由民主国民党などと連立政権を組んでいた。1971年から1977年までは、民主66や、旧神党と、1977年から1989年までは、民主66とそれぞれ連立政権を、 担当していたが、2003年以降は、民主66との関係が悪化。民主66が、与党の政権では、労働党が野党となり、労働党が与党として参画している政権では、民主66が野党であった。なお、第2次、第3次、バルケネンで政権では、社会党やフルンリンクスとともに労働党も、与党入りを打診されたが、党首が要請を断っている。 オランダ労働党のほかに、第三の道を採用しているヨーロッパの社会、民主主義政党としては、ドイツの社会民主党やイギリスの労働党などが挙げられる。また、アメリカの民主党内のリベラル派にも政策面で類似する。ありがとうございます。